右の駐車場に車を止めて、国道を走る車のヘッドライトをしばらくぼんやり見つめていたのは、あの日と同じ月が打って見えたから、シートに深く身を詰め、タバコに火をつけ、駅まで自転車で二人乗りしてた頃を不意に思い出しても、余裕があるのは君を忘れてしまったことと違う、原子力発電所の周りに撒き散らした放射線の粒、奴らにとっちゃどうなっても構わないって人たちが、ケツを服薬を当てられていっちまった、カスの繋がってろ、でもそれはテレビのニュースだけのことで、深刻さは日々刻々と迫っているっていうのに、街は愛を探してる人たちの群れ、日曜日の渋谷の交差点、ものすごい数の悲しみに胸がやられて、惹かれちまって叫んだ女の子は、揺れるさ時に畑の中、真っ青な空を見上げている、光をつかもうとしている手が、「かつての」